どうも2人ほどで取り残された方がいるみたいですが、連携して対応をお願いします。今日、警察や消防が参加しての大規模な地震訓練が大田市で行われました。5年前の4月、島根県西部を震源として大田市で震度5強を観測した地震を教訓に実施されました。島根県西部地震から5年の節目となります。こういったところで訓練をすることでですね、実践感覚を養う。2018年4月9日の未明に発生した島根県西部地震では、死者はいなかったものの被害を受けた住宅は630棟に上りました。今日の訓練では大田市を震源とする震度6強の地震を想定。市内の宿泊施設が被害に遭い、客が取り残されてしまったという内容です。地震により、建物が一部倒壊いたしまして、はい、見えますでしょうか。はい、正面の映像が見えております。はい、こういう状況になってます。訓練では去年運用が始まったスマートフォンなどで現場の様子を確認できる110番映像通報システムを活用。従業員から一報を受けて駆けつけた警察と消防も映像通報システムを使いながら取り残された客を捜索、救出しました。自分の身を守るということが一番になります。それと周辺の状況を見て、いち早くですね、通報いただけたらと思っております。大田市の住宅街には今でも所々に当時の爪痕が。市の社会福祉協議会によりますと、ブルーシートの張り替えなどの支援が必要な住宅が30棟以上残っているといいます。5年前を教訓に、一人一人の備えが大切になります。